フリーフリーハローの桑田シャネルです。エンジンの回転が不安定だという依頼がありましたので修理していこうと思います。まあ、トラブル箇所としてはここら辺を今想定していますので分解していきます。先ほどお見せしたところを分解していきました。分解した結果なんですけども、ここで配線が劣化してショートしていたみたいです。これを今から修理していきます。先ほど外した部品のお話ししていきます。この部品のですね、汚れてくるとエンジンの調子が悪くなってきますので、清掃してきれいにしていきたいと思います。じゃあ部品を組み上げたので、最後にエンジンの調整をして作業が完了になります。今日ご乗車ありがとうございます。これからも熊本タクシーをよろしくお願いします。フリーフリーハローの熊田チャンネルです。エンジンがダメになった車両のエンジン積み替えですね、やっていきたいと思います。エンジンオイルを抜きます。通常のエンジンオイルの色ではありません。エンジンの中が壊れちゃってます。このエンジンを使わなくなった車両のエンジンと乗せ替えていきたいと思います。赤いのがエンジンクレーンですね。エンジンを吊って下ろしていきたいと思います。エンジンが下りましたので、エンジンを下ろした車というのはこうなってます。こちらが元々乗ってたエンジンと、このエンジンをこちらのエンジンに積み替えていきます。じゃあエンジンが乗ったので、かけていってみたいと思います。ボンネットもつきまして、作業が完了になります。この動画がいいと思った方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。今後とも熊本タクシーをよろしくお願いします。フリーフリーハローの熊タクチャンネルです。今日は当社のタクシーハイブリッドバッテリーがダメになったので交換していこうと思います。ハイブリッドバッテリーです。ハイブリッドバッテリーどこについてるかというとですね、ハブリの場合はここにハイブリッドバッテリーが搭載されています。交換していくんですけども、電圧がかなり高いので皆様は真似されないようにお願いします。オレンジ色の部品がついてますけど、この部品を外すと高電圧の部分を遮断できるので安全に作業できるようになっています。サービスプラグという部品になります。これ普通の工具なんですけど、こっちは金属部分が露出していない専用の絶縁工具などを使って作業していきます。では新しいバッテリーが乗ったのでコンピューターで診断していきたいと思います。バッテリーの診断をやってます。数値は正常のようで、これで完了となります。いつも熊本タクシーにご乗車いただきありがとうございます。この動画が面白かったなという方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。フリーフリーハローの熊本タクシーチャンネルです。整備の方をちょっと取材してみたいと思います。工場長、江藤さん、西山さん、はい、言葉しか映ってませんよ。あ、これフリーザー何してるんですかね。フリーザー車検の準備をやってます。車検の準備ですか、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。フリーフリーハローの熊田チャンネルです。今日はタンクですね。我々のタクシーにはこのタンクが乗ってます。このタンクなんですけど、6年に1回ですね、漏れてないかという検査をしないといけなくなっておりますので、今日は実際にタンクの交換をしていきたいと思います。タンクが乗ってるのがトランクルームのここに乗ってます。交換していきたいと思います。タンクが降りました。今度新しいタンクを乗せていきたいと思います。ではこのような感じで組み上がりました。組み上がりましたので、ガス漏れ探知機なんですけど、これを使ってガスが漏れてないかというのを最後見て完了になります。パイプのところですね、はい、漏れないみたいですね。ご乗車ありがとうございます。今後とも熊本タクシーをよろしくお願いします。